あれ、瑞希、そろそろ業者さん来るんだよね。うん、今コンビニに飲み物とお菓子買いに行ってるよ。帰りに持って行ってもらおうと思ってたのに、買うの忘れてたから。お茶とコーヒーとせんべい、チョコレート、こんなんでどうかな。うん、いろいろな趣味に合ってていいんじゃない。あのさ、業者さんってピンクの車に乗ってる？いいよ、普通に軽トラみたいなやつで来るよ。確か社名が入ってたはず。営業さんが女性とかそういうことはない？あ、でも男性でもピンクの車に乗る人いるか。ないない、だってお願いしたリフォーム業者、社長さんがバリバリ動くとこだし、見積もりの時も社長さんが来てくれたくらいだよ。あのさ、なんかうちにピンク色の車が止まってるんだけど。はあ？え？本当に？ってことは大地、運転手見てなかったんだよね。ごめん、俺もシャワー浴びてたから気づかなかった。にゃにゃ丸のお花片付けてたら踏んづけちゃってさ。お花？ああ、あれだよ。うん、いや最後まで言わなくていいから。あ、ちょっと待って、知り合いから連絡来た。この人ピンクの車に乗ってたはず。返信してみる。わかった。瑞希と志保の LINE。 瑞希さん、あとよろしくね。はあ？今日から海外旅行なの。家の庭に駐車させてもらったよ。5日後には帰ってくるから。あ、家に娘いるからよろしく。この頭あっぱらぱ女。え？ピンクの車って言うからまさかと思ったけど、やっぱり志保さんだったか。わかっててくれたんだ、嬉しい。いやさ、ほらうちの家って結構駅から離れてるじゃん。だから本当は駅までバスで行く予定だったんだけどさ、寝坊しちゃったの。海外旅行で遅刻とかありえないじゃん。だから駅前駐車場に置くつもりで車で出たの。そしたら瑞希さんの家あってさ、いつも閉まってる門扉が開いてて、これだって思ったの。ラッキー。私あんたのこと嫌いだわ。え？ウケる。瑞希さんって結構はっきり言うよね。子供は？小学3年生の子供を一人で置いて海外旅行に行くつもり？大丈夫大丈夫。私が一人で出かけてる時とか、うちの子ちゃんと留守番するし。でもさすがにずっと放置ってわけにはいかないからさ。瑞希さん、一日に一回くらい見に行ってやってよ。あ、食べ物は菓子パンとかあるから大丈夫だからさ。ふざけんな。え？ふざけんなって言ってんだよ、この人もどきのあっぱらぱ女。ちょっと、そこまで怒らないでよ。仕方ないでしょ。最近うちの義母も腰やっちゃってさ、家に来てくれなくなったのよ。小3の子供放置して海外旅行に行くバカがどこの世界にいるんだよ。とっとと戻ってきな。いやいや、そんなの無理だから。だってさ、来月には旦那の単身赴任も終わりなんだよ。この超楽しい独身生活も終わっちゃうんだから。楽しい独身生活って、あんた結婚してるでしょ。子供だっているのに、海外旅行に行こうが何しようが全ては志保さんの勝手だよ。でも自分が犯罪者だって自覚した方がいいんじゃない？はあ？犯罪者？私が？子供を置き去りにして好き勝手やって、これネグレクトでしょ。それにうちに勝手に入って車も駐車してめちゃくちゃ迷惑なんだけど。車置いたくらいで別にいいじゃん。それにそこは普段車置いてないところでしょ。邪魔にならないって。クソ邪魔だよ、わかるか。クソって？今日リフォーム業者がうちに来るんだよ。その業者の車があんたが駐車していった場所に入る予定だったの。この車潰してもらっていい？ちょっとやめてよ。じゃあ早く帰ってきなよ。どの道警察にも通報するし、てか業者さんが入るから車も傷つくと思うよ。玄関前もいろいろやってもらう予定だから。こうなったら車なんかどうでもいいわよ。はあ？私にとっては海外旅行の方が大切。何よりも海外旅行が優先。じゃあねー。私の名前は瑞希、漬物会社で働く兼業主婦です。我が家は一戸建てで、まだまだ新築なんだけど、いざ住んでみると、いろいろと直したいところが出てきたんだよね。これは結構あるあるなんじゃないかな。もともと家を建てた時に予算より安く抑えたからね。その分でいろいろ直すことにしたんだ。ついでに、最近我が家の家族になった猫、にゃにゃ丸用にさ、キャットウォークも作ってもらって、とか、いろいろ予定してるんだけど、まさか近所でも有名なアッパラパーに駐車されるとは。
この人もともとちょっと世間知らずだなくらいの人だったんだよ。でも旦那さんが単身赴任に行ってから弾けちゃってさ、この通りなんだ。ひどいひどいひどい、なんで旦那に言うの？旦那さん単身赴任が終わってサプライズしようとしてたんだってさ、家に帰ったら今家にいますって言ってた志保さんがいなくて、娘さんが一人で遊んでたって。じゃあまさかだけど全部バレてる感じ？全部バレてるだろうね。家に様子見に行ったら旦那さん般若みたいな顔してたから、事情を説明したらもう顔真っ赤だよ。やばい。てかなんで旦那にバラすのよ。はあ、私が味方だとでも思ってるの？おめでたい頭だね。とにかく邪魔だから車はどけてもらったんだけどさ、なんかすっごいことになってるよ。まさか本当に傷つけたんじゃないでしょうね。ボロッボロだよ。はあ、ちょっとあんなのただの嘘なんだから、売り言葉に買い言葉、なんで本当に傷つけるのよ。やったのはお宅の娘さんだよ。はあ、ママなんて大嫌いって言って石で傷つけまくってさ、そりゃ今までストレス溜まってたんでしょう。家の中見たけどぐっちゃぐちゃじゃない。てかよく家を見に行ってとか言えたもんだね、あんなゴミ屋敷で。いやそういえば汚いの忘れてたわ。じゃあ旦那も全部見たってこと？いちいち全部説明してやんないとわかんないの？バカ。やだどうしよう。旦那さんドン引きしてたよ。確かに家事が苦手なところはあると思ってたけど、ここまでとは思わなかった。ありえない、離婚するってさ。いやー、何が嫌だよこのアホ。家で状況を知った旦那さん、そこに私が行ったって感じかな。それで我が家まで来てもらって車を持って行ってもらったんだけど、志保さんの家で待っていた娘さんがもう大爆発しちゃってさ、志保さんのピンクの車に石を投げつけたり、わざと傷をつけたんだ。でも旦那さんは止めなかったし、私も止められなかった。娘さんが言うには、ひどくなったのはここ1週間の話なんだって。短い期間だったのがせめてもの救いだよ。前はお姑さんが定期的に来て、いろいろ面倒を見てくれていたみたい。でも腰痛がひどくなってからは来れなくて、そっから家の中は荒れ放題。それにしても、もうダメでしょこの人。私は今回のことに関して慰謝料というか、志保さんの貯金から少しもらったんだ。警察からもギチギチに注意してもらってね。結局二人は離婚になったよ。娘さんは志保さんを拒否して、親権も旦那さんの方に。いやーよかったよかった。数ヶ月後。水木さん。あれ、ブロック忘れてた。さようなら。ちょっと待って、お願いだから。ねえ、私の元旦那と娘まだあの家に住んでるんでしょ？様子見てくれないかな？元旦那、再婚とかしてないよね？はあ？何言ってんの？いや、私も反省したし、そろそろ受け入れてくれるんじゃないかなって。あんたさ、本当に救いようのないバカだね。大バカだよ。なんでよ？あんたなんかを受け入れるわけないでしょ？今あの二人は穏やかに楽しく暮らしてるの。邪魔すんじゃないよ。だって、私がいたら助かるはずでしょ。いや邪魔でしょ。家族じゃない水木さんに何がわかるのよ。家族じゃないけど、さすがに一週間であそこまで家を汚くするような人間邪魔だよ。しかもあんた片付けられないんじゃなくて、片付けたくないってだけなんでしょ。最低最悪じゃん。別にそのくらいで。そりゃ家の中ぐちゃぐちゃな家庭なんていくらでもあるよ。でもさ、家の中ぐちゃぐちゃにしてまであんたを受け入れたい理由はないでしょ。邪魔だよ邪魔。お願いよ。私離婚してから実家に戻ったんだけど、感動されたのよ。おめでとう。祝い事じゃないわよもう。だから何、かわいそうですねとでも言ってほしいの？クソ面倒なんだけど。そこまで言わなくてもいいじゃないの。だってあんたのこと人間として軽蔑してるからね。でも私はあの子の母親なのよ。娘さんは拒否してたじゃん。それは。わかった、母親としての心が少しでもあるならもう近づくんじゃないよ。あんたがやるのは一生懸命働いてお金を送り続けること。そんなこと言って、あの人が再婚したらどうなるのよ。私の戻る場所がなくなっちゃうじゃないの。何よりも海外旅行を優先する、あんたの言ったことだよ。いっそのこと海外に移住でもすれば。いやー
あの後、元夫と娘さんに接触しようとしたけど、完全に拒否られて意気消沈。当たり前だけど、子供を置いて海外旅行を優先するような女、みんな関わりたくないよね。地元に帰っても居場所がなくて、結局知らない町に引っ越していったみたいだよ。最初はそこで頑張って働いていたんだけど、人間関係が原因で何度も辞めてるみたい。お金もない中、限界ギリギリの生活をしてるらしいけど、海外に出稼ぎでも行けばいいんじゃない？さて、我が家のリフォームだけど、かなり大満足の仕上がりになったよ。透明なキャットウォークに憧れてたんだ。まあ、そこまで大掛かりなものじゃないけど、下からニャニャマルの肉球が見えるんだよ。ニャニャマルが動くたびに、下にいる私ら家族3人も動くんだよね。この追いかけっこ？ブームはしばらく続きそうだよ。あ、また動いた！肉球！ついに来たわね。そうだね、お姉ちゃん。うんうん。これはね、本当に誠のおかげだよ。ほんとほんと。誠ちゃん偉いわ。最高。うんうん。誠は最高世界一。神、天使、妖精。まさか高級ホテルのランチチケットが当選するとは。しかも3人分のコース。これ見た時に絶対に当選するって思ったの。だってね、いおりお姉ちゃんと水木お姉ちゃんの好きなメニューばっかり。おまけに3人分のチケット、これは絶対に当選するでしょう。ああ、水木ちゃんどうしよう。私今スマホ片手に泣いてるわ。私もだよお姉ちゃん。もうお姉ちゃんたち大げさだよ。でもこれでちょっとでもお礼になるかな。いつもお姉ちゃんたちが本当によくしてくれるから。姉妹なんだからね。誠は末っ子なんだし、ぐでんぐでんに甘えればいいよ。そうよ。もうまた旅を全身に浴びた猫みたいな勢いで甘えてほしいわ。もちろん、水木ちゃんもね。お姉ちゃん、いつもありがとうね。もう、水木ちゃんたら。でも大丈夫なの？あのママ友。びっくりしたわよ。私たちが公園で話していたらいきなり声かけてくるから。後ろでこっそり隠れて聞いていたとはね。あの人、いろいろとお金のトラブルが多い人なんだよね。みんな困ってるんだ。あら、それは大変ね。消す？いや、それお姉ちゃんが言ったらシャレにならないから。あ、噂をすればその人から連絡来たわ。水木とマリアの LINE。 水木さん、来週の土曜日ですよね。11時からってことは、私、水木さんの家には何時に行けばいいですか？何の話？高級ホテルのレストランでランチする話ですよ。なんかチケットがどうのこうのって話してたじゃないですか。あのさ、なるべく人のいない場所で話してたんだけど、なんで聞こえてんの？びっくり人間かよ。私昔から耳がいいって評判なんです。自慢の耳なんですよ。で、何時からですか？あのさ、誰もマリアさんのことなんか誘ってないから、何かに参加しようとする前に、まずちゃんとお金払ったら？え？何のことですか？わかんない。わかんないなら老人ボケなんじゃないの？老人ボケってふざけないでよ。ちゃんと記憶あるっつーの。いや、ないからそういうこと言ってるんでしょ？あれでしょ？会計の前にお腹が痛くなったり、用事ができることでしょ？そんなの誰にだってあるじゃない。たまにはあるかもしれないけど、みんなお金はちゃんと払うでしょう。払わないで逃げるのはマリアさんくらいのもんだよ。大丈夫大丈夫。はっきり言うけど、マリアさんのことは誘ってないし、来られても迷惑。私たちは姉妹でランチを楽しむってだけだから。そんなのずるい。知らんよ、めんどくさ。私の名前は水木。三姉妹の真ん中で、漬物会社で働く兼業主婦です。今回は妹の誠が高級ホテルのレストランのチケットを当ててくれてね、三姉妹で仲良くランチに出かけようって話になったんだけど、耳のいいドキュンマリアさんに目をつけられちゃったんだ。こうやって LINE でも断ってるし、直接会った時にもはっきり言ったけど、アフーはいい耳持ってるくせに自分に都合の悪い話は全く聞かないからな。当日はどうなるかちょっと不安だったんだけどね。なんか朝からよくわかんない連絡が。水木さん助けて。私追われてるの。はあ？水木さんの家の前で待ち伏せしようとしたら、なんか変な男女が怒ってるの。すぐに逃げたんだけど、めちゃくちゃ足が速いし、なんかやたらと筋肉質ですっごい怖いんだけど。あ、
ああ、うん、なんとなく理解した。いいから早く迎えに来て、助けて。今スーパーのトイレに駆け込んだの。3姉妹で高級ホテルのランチなんてずるいのよ。早く迎えに来て、私も連れて行って。バッカじゃねえの。え？だからさ、何回言えばわかんの？あんたなんか誰も呼んでないんだよ。ここまではっきり言われてわかんないわけ？だって高級ホテルよ。そんなところに行くチャンスまずないんだから。あんたたまにブランド物とか買ってるでしょ？それを買うのやめたらいけるでしょうが。それとこれとは話が別なの。ひい、めちゃくちゃ叩いてる。あ、思い出した。この人、みずきさんのお姉さんでしょ。この間公園にいた人だ。そうだね、多分そういうことするのは私の姉じゃないかな。ちょっと待ってよ、こんなに怖い人だったの？うちの姉、学生時代にレスリングの全国大会で優勝してるんだよ。義兄も外国の海外人部隊で傭兵やってた人だから、おとなしくしておいた方がいいよ。逃げられないから。そんな。じゃあおとなしく家に帰るね。脅迫よ。私のこと殴ったりするつもりなんでしょ？いや、人に手を挙げたりするような人たちじゃないよ。ただ夫婦でマリアさんをサンドイッチしてひたすらに説教されるんじゃないかな。そっちも嫌よ。私たち三姉妹がランチに行ってる間、義兄とメイは我が家で遊ぶ予定だったの。それで早めに来たら、家の前にこの間の女がキーってなったみたい。うちのお姉ちゃん、妹思いだからな。姉の影響で、義兄も私や下の妹をすごく可愛がってくれるし、本当に幸せだよ。結局マリアさんは泣きながら姉に土下座をして、ピューっと帰っていったみたい。おかげで、三姉妹で安心して楽しくランチを楽しめたんだ。もちろん、待っていてくれた家族には、たーっぷりお土産買ってね。翌日がお休みだったから、みんなで我が家にお泊まり。いやー、最高最高。みずきさん、助けて。あれ、あんたまだ出番あったの？もういいよ。しっし。ちょっとそんなあしらい方しないでよ。お願いだから妹さんを止めて。は？妹？姉じゃなくて？そうよ。ほら、私会計前になるとお腹を壊したり用事を思い出すでしょ。で、今までママ友におごってもらってたんだけど、そのお金を請求されてるのよ。いやいや、なんかいろいろ突っ込みどころが満載なんだけど。おごってもらってねえだろ。みんな早くお金返せって言ってたじゃん。まあ、でも知らんぷりしてたら、なんかいろいろ資料を持ってさ、みんなでうちに押しかけてきたのよ。いくら払わなきゃいけないのか、すっごく綺麗なリストがまとめられてて、払わないと訴えるって。それと私の妹と何の関係があるの？その集団の中にみずきさんの妹がいたの。あいつらのことを手伝ってリストを作ったり、もう弁護士事務所の方にも話を通してるってニコニコしてて。ああ、なるほど。仕事でよくいろいろな表とかリストまとめたりしてるからな。確かにうちの妹はそういうの得意だわ。仕事柄弁護士事務所との付き合いもあるし。なんなのよ、あの女。ムカつく。最低。出しゃばり女。はあ？え？お前今なんて言った？うちの妹にさ。何よ、ムカつくって言ったのよ。関係ないくせに出しゃばってきちゃって、まだ結婚すらしてない生き遅れのくせに。お前は地獄に落とす。絶対に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 許さないから。え、ちょっとみずきさん落ち着いてよね。あんた誰の悪口言ったと思ってるの？誠だよ、うちの妹だよ。絶対に許さないから。その集団のお手伝い私もするよ。あと旦那さんは今単身赴任なんだよね。そっちにも連絡するから。ちょっと待ってよ、旦那は関係ないじゃない。お願い、それはやめて。絶対にやめて。やめてほしいの？お願い、何でもする。謝るから。何でもするんだ。じゃあ旦那さんに今までのことちゃんと言いなよ。で、ちゃんとお金払うこと。何でもするんだよね。いや、それは、旦那にバレたくないというか。はい、終わり。何が？お前の人生だよ。いやー。後日、みずきといおりとまことのグループライン。まことちゃんたら素晴らしいわ。やっぱり世界一の妹だよね。ハゲド、激しく同意。
だってあの人水木お姉ちゃんに迷惑かけた。それに水木お姉ちゃんのママ友にもお金払わせて逃げてたんだって。私も何度か会ってる七瀬さん。ああ、七瀬さんも土球に狙われやすいタイプだからな。でも大丈夫だね。誠のおかげでお金支払わせることに成功したんでしょ。うん、旦那さんが全員のお家に頭下げに行ってね、お金もちゃんと払ったんだって。よかったよかった。でもみんなが頑張ったおかげだから、私はちょっと手伝っただけだよ。なんてけなげなの。まことちゃん本当にいい子ね。ハゲド。そんなことないよ。でも三姉妹でゆっくりランチか。夢みたいに楽しかった。お姉ちゃんたち来てくれてありがとうね。わかる、わかるよお姉ちゃん。私もみずきちゃんの気持ちがわかるわよ。今度は旅行もいいよね。あのね、お姉ちゃんたちに紹介したい男性がいるの。みんなでバーベキューとか行きたいな。お姉ちゃん鼻血出さないで。どうしてわかるのみずきちゃん。私も今出てるからだよ。あのさ、まこと、それは彼氏ってこと？あ、ごめん、そういう関係じゃないの。最近移動してきた人なんだけど、すっごく旅行が好きなんだって。で、お弁当にはいつも手作りの漬物が入ってて、昔レスリングもやってて、なんか共通点が多くない？私たち三姉妹は旅行好き。みずきちゃんは漬物会社で働いていて、お姉ちゃんは元レスリングの選手。そうなの。それで意気投合してね。こっちにはまだ知り合いがいないんだって。だから同僚としてお友達として一緒にバーベキューとかできたらなって。そっか、お姉ちゃん張り切るからね。お姉ちゃんもとっても楽しみ。え、マリアさん、そんなのはどうでもいいよ。確か離婚してどっか引っ越していったみたいだけど。はいはい、さようなら。裏でいろいろ手を回してなんてないよ多分ね。ふん、そんなことよりも、どうしよう。何でもかんでもすぐ恋愛に結びつけるのは良くないかもしれないけどさ、誠はある程度好意がなかったらバーベキューなんて言い出さないと思うんだ。誠、ちょっと前に失恋して一時期は少し落ち込んでたんだけど、なんか最近元気だったんだね。いい流れにつながるといいな。なんかもうすっごくホワホワな気持ちになるね。さて、我が家の猫にゃにゃまるにもふもふさせてもらおうっと。あれ？あんたなんで逃げるの？この間なんか一瞬でお兄さんに心開いて、自ら膝の上に乗ってたのに。ちょっと、にゃにゃまる。最後まで見ていただいてありがとうございました。チャンネル登録、高評価をお願いします。それでは次回の動画でまたお会いしましょう。